浸水したサンマルコ広場、アクアアルタは、もともとはイタリア語で満潮を指す言葉であるが、イタリア北部のベネト州では、アドリア海北部で定期的に発生する異常潮位現象を指して、この言葉を用いている。アクアアルタとも書かれる。この項目では、北、アドリア海における異常潮位現象について説明する。この現象により特に水位が高くなるのは、 ベネツヤの方で、ベネツヤやキオジャでは、都市内部まで水が浸水することもある。浸水は、北、アドリア海周辺のグラードやトリエステなどの都市でも、稀に観測されている。この現象はある時には、秋から春にかけての時期に見られ、型から外面への水の流出を防いでいる風が、普段よりも強く吹くことで、型の水量が増し、そこに満潮が重なることで発生する。 この特殊な風は、アドリア海の北沿いを吹くシロッコやボーラなどの季節風が、ベネツィアの方の独特な地形の影響を受けることで起こる。通常の満潮との違いを明確にするため、ある科学的な基準を満たすものだけをアックアールタと呼称している。これには、サンタマリアデラサルテ制度付近にある観測所で、計測されるデータが特に重要視されている。 基準としては次のようなものが挙げられる。潮位が上昇する要因としては、一般的には次のような三つが知られている。アドリア海の人工衛星画像。細長く伸びた、長方形の形をしており、内部ではたびたび小さな副振動が発生している。この副振動は21時間30分おきの周期で発生し、振幅は0.5メートルほどである。 潮積のサイクルとの重なり具合によっては地中海よりもアドリア海内部の方が潮位が高くなることもある。さらに二つの要素が都市の水没を促進させる原因となっている。一つ目はベネツィアの型で起こっている地盤沈下の影響。二つ目は海水準変動である。地盤沈下はもともと人間活動とは無関係に起こっていたが、 この地域に人間が居住し、産業が発達が進み、型の水が汲み上げられるようになると、さらに地盤沈下は進んでいった。現在は、型からの水の汲み上げは行われていない。海面の上昇には地球温暖化が影響している。ベネツィアの潮位監視予報センターは、1897年と比べて現在までに23センチメートル都市が、 沈下したと発表した。原因のうち12個は自然に関するもので、残りの13個は人間活動による影響を指摘している。一方で、都市を挙げての地道な活動により、2センチメートル分の地盤が回復したとも評価した。細長い長方形の形をしているアドリア海では、たびたび副振動と呼ばれる、激しい海面の揺れが発生する。 この副振動の主周期は21時間30分で0.5メートルほど海面が上下する。これが満潮と重なると地中海よりもアドリア海の方が潮位が高くなることもある。それに加えてこの副振動には12時間11分ごとの副周期も存在している。これらの振動の大きさは自然の潮汐のそれに匹敵し、かつ 互いがそれぞれ独立して発生しているため、重なると干渉を起こした害いを強め合う。この相乗効果の強弱は、地球と月との位置関係、つまりは、新月であるのか、満月であるのか、半月であるのか、などの月齢によって左右される。白ッコのような季節風などのが型から海洋への水の流出を抑制しており、それが、 結果的にベネツィアへの高潮を増強させることもあるため気象条件も無視はできない。ベネツィア、水浸しになったフォンダメンタサンジオッベベネツィアの方の独特の形状、沿岸で発生している地盤沈下、そして沿岸都市の独特な街並みなどの要因が住人や建物への高潮の影響を強めている。さらに、ボーラやシロッコなどの風が 北の山地や外洋から、ベネツィアの型とアドリア海の境目の湾に向かって吹いている。この風は、型からアドリア海への水の流出を減退させる効果がある。これにより型内の水量の減少は抑制され、そこに満潮が重なると異常に潮位が跳ね上がるのである。ベネツィア付近のポルト・マルゲーラー地方で産業の発達が見られるようになると、 高潮による影響を増幅させる理由が少なくとも二つ、新たに生じてきた。一つ目は、この地域には、海抜の極端に低い、小さな島が多かったこと。これらの島々は、バレネと呼ばれ、潮が押し寄せてきた際に余分な水分を吸収する、天然のスポンジのような性質がある。二つ目に、 石油タンカーが航行できるような専用航路を港港を掘って切り開いたことである。この石油航路は海岸線に沿って作られ、マラモッコ港を起点として桁内を横切るようになっている。明らかに自然のものではない海と桁の接続が作られたことで満潮時にはさらに多くの海水が都市へと流れ込むようになった。ポルトマルゲーラの地形及びそこに作られた建物は、 高潮に対してあまり考慮されていない作りであった。ベネツィアの研究はこのままだと将来的にはアックアールタにより町が取り返しのつかないほどの損害を被るだろうとの見方を示すと同時にそれを回避する手段として以下のような提案を行ってきた。アックアールタにより引き起こされる高潮はベネツヤの町をくまなく同一に水浸しにするわけではない。 なぜなら、それぞれの地域で、平均海面高度の違い、運河からの距離、歩道の相対的な、高さ、運河沿いの橋壁の存在、そして、下水道や、排水設備の配置など様々な要因があるからである。これらの異常な潮流現象の要因を詳しくまとめた、報告、つまり、市の委員会の研究では、通常の海水面より90センチメートルの高潮では、 ベネツィアはほとんど影響を受けず、それより30センチメートル高いと街の約3分の一が水の影響を受けるとされている。この研究はベネツィアの人々に以下の情報を提供している。浸水の間、歩行者が通行できるようにするため、市は都市部の主な歩道を鉄の支柱と木製の厚板で作られた歩道のネットワークに置き換えている。 このギャングウェイシステムは、一般的に高潮の発生時に、部分的もしくは完全に、市街地が浸水した場合に、通常潮位から120センチメートルの高さに、設置される。ローマ広場、アックアアルタが発生したことを伝える。電光掲示板ベネツィアの潮位監視予報センターは、ベネツィアの片やアドリア海の管轄に設置された、観測所のネットワークを通じて、 情報を入手している。潮位監視予報センターの海洋データや気象データを分析することにより導き出される正確な予測は48時間前からの予報も可能にしている。もっと以前からの長期予報を出すことも可能ではあるが正確性はかなり下がってしまう。予報は潮位監視予報センターのウェブサイト、電話サービス、地元新聞紙、 電光掲示板、バポレットのバス停などを通じて、一般市民に伝達される。アックアルタ予報が出された場合、被害に遭う可能性の高い商業店や、家屋の所有者には、市の無料電話サービス及び、ショートメッセージサービスによりそのことが通知される仕組みになっている。また、その中でもとても強い以上の警報が出された場合は、全市民にそのことが伝わるよう、 街中に設置されたサイレンスピーカーが使用される。2007年12月7日、この警報システムによりとても強いアクアルタが発生することが市民に通知された。スピーカーからは、まず最初に指示を待てを示す笛の音が鳴らされ、それに続いて予想潮位を示す回数分の笛の音が鳴らされた。早見表が発行されている。 旧来のシステムでは、警報は3段階しか用意されておらず、合図が1回ならば、予想超位は 110cm、2回ならば 140cm、3回ならば 160cm となっており、大雑把な数値しか伝えることができなかった。しかし、新システムの導入により浸水予想地域の人々に、正確な情報を届けることが可能となった。 新システムが初めて使用されたのは2008年3月24日で、この時は予想長位が1 1 0トルであることを正確に伝えることに成功している。モーゼプロジェクト、モーセはモドゥーロ・スペリミンタル・アレトロメカニコの略。訳すと、実験用電子工学モジュールという意味になる。は、発動から数年が過ぎたが、多くの問題を抱えていることもあり、 あまり進捗していないのが現状である。プロジェクトでは79枚もの300トン級可動式母語壁をベネツィアの型とアドリア海の境に設置することになっており、これが完成すれば劇的に特別な高潮の被害を減らせることが期待されている。普段は水中に沈められているため壁を確認することはできないが、アックアルタの際は壁を一時的に上げることで都市を 守る、防護壁を形成する仕組みである。超位監視予報センター方の推移の定期的、科学的な記録管理は1872年に始まったと考えられるが、幾人かの調査者たちはこれを異常な出来事が測定された1867年に伸ばすことを提案している。しかしながら、定期的な調析のモニタリングに用いられる、 最初の近代的な県庁儀は1871年にベネツィアに設置されたため、この県庁儀による測定が最も信頼できる調査方法であるとして、この話題に関する多くの記録は後年の方を採用している。ベネツィア科学、文学、芸術学院は建国したばかりのイタリア王国によりこの仕事を命ぜられ、その結果、1866年に、 それまでこの業務を行っていた海の新聞館にとって変わることとなった。この組織は1908年にモニタリングを呼び、記録管理機能の遂行を中止し、記録と機器と共に、その役割がベネツヤア水路学局へ移された。1966年の空前のアックアアルタの後、データの分析、変動の観測及び高潮の予報のために、また、市民へ情報を、 持続的に広めるために、市は専用のサービスを設置した。1980年に、超位監視予報センターと改名され、水路学局の記録管理機能を引き継いだ。ベネツィア、サンマルコ広場の入り口のギャングウェイに並ぶ、旅行者早期の記録ベネツィアの方での大きな高潮の、最初の記録は、いわゆるロッタデッラクッカと呼ばれる高潮に遡り、 589年10月17日に起きたことがパウルス・ディアコヌスによって記録されている。パウルスによると、タリアメント側からポー側までのアドリア北部の河口は同時に反乱を起こし、型の水門地学的平行を完全に変更させたとある。中世最初の記録は782年のベネツィアで起こったアックア・アルタが記述されており、840年。 885年及び1102年に起こった出来事についての他の記録が後に続いている。1110年、猛烈な海の嵐がメタモコの昔の名称を完全に破壊し、それ以前にドージェの官邸があった、ベネツィアの政治の中心地がリアルトへ移動した。地域の変年シエたちは1240年に、ザ・ウォーター・フラッデッド・ザ・ストリーツ・ハイヤー・ザン、 エイマンと記録している。他の出来事は、1268年、1280年、1282年、及び1283年12月20日と記録した、異常なほど重大な出来事であるに起こったのが、記録されている。変年 CA たちは1286年、1297年、1314年、 1340年2月15日、1341年2月25日、1386年1月18日、1410年5月31日と8月10日に起こった高潮を記録している。15世紀には、1419年、1423年、1428年5月11日、1430年10月10日、 1444年、1445年に、高潮が記録されている。1442年11月10日、水が4フィートアバブ v e the u s 上昇したことが記録されている。近代高潮は、1511年5月29日、1517年、1521年10月16日、1535年10月3日及び12月20日に、 記録されている。地域の変年視野は1543年、1550年、1559年10月12日、1599年に起きた高潮を証言している。1600年の高潮は12月8日、12月18日、及び19日の高潮とともに高い発生率により特徴付けられている。後者の出来事は ブロークンインディードザショアーズインセベラルプレイシズ、エンタードザタウンズオブリドマジョーレ、トレポルテ、マリマコ、キアザ、エトセトラと言われる、とても猛烈な海の嵐の記録もあるため、おそらく異常な出来事であった。他の注目すべきアックアールタは1686年11月5日に起こった。当時のいくつかの記録のうちの、ある科学者により書かれた記録の一つに、 ザ・ウォーターズ・リーチド・ザ・アウトドア・フロア・オブ・サン・ソビー酸素 B の S ロッジという記述がある。酸素 B のロッジはサンマルコシュローのモニューメント的な入り口である。1902年にローとロッジが倒壊したことにより再建作業が行われ、その時に行われた調査により、1686年の高潮は今日の平均海水面より 254cm も 高かった可能性があることが示された。1960年代後半の学者たちに1686年の高潮と似たような筋書きが再び起こったと評価されている。1966年11月4日の異常な高潮の時にも同様の高さにまで達している。18世紀、記録はより情報量が多くて正確になり、 1727年12月21日、1738年大晦日、1729年10月7日、1742年11月5及び28日、1746年10月31日、1748年11月4日、1749年10月31日、1750年10月9日、 1792年、クリスマスイブ、1794年クリスマスに、アックアールタが起こったことが記録されている。最後に、県庁儀の導入以前の10年間に、高潮は1839年12月5日、1848年、1867年が記録されている。1923年以降の特別な、 高潮 CA ファンセティの壁に刻まれている過去の高潮の水位潮位監視予報センターの記録によるとこれまでのアックアルタによる潮位は高い順に以下のようになっている。ありがとうございます。